ま読めばいいんちゃろう。ありがとうございます。ありがとう。今日はちょっとお昼なのかな、お昼ぐらいに始めた。あ、そういえばファンの皆さんというかプラミ読んでくださってる皆さん、あのメール届きましたか？今日さ、朝メール送りたかったっちゃけど、ね、朝おはようメールね書いたっちゃけど、書いてあの保存しちゃったとよね。そう、いや保存っていうか送ろうって思って、そう書いちゃったっちゃけど、送るの忘れちゃって、送信するの忘れちゃってさ、お昼メールになっちゃったけど送ったよ。あれ、おはようメール多分送れてないと思うんですよね。お昼メールが届いたでしょきっとそう、あるある、本当にあるあるだから許して。うん、そう、755のコメントすごい嬉しかった、みんなありがとう。うん、ね、うん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 、嘘、昼メール届いちゃらんまだ届いてないまだ届いてないのかな。じゃあ送りました。でもお昼メール、え、今日メールまだ来てないでしょ。じゃあ送ったよ、一件一通送りましたので、ぜひ受け取ってください。うん、初見さん嬉しいの。こんにちは、宮崎県代表のえみそらのです。ぜひぜひフォローしてください。ツイッターもぜひ。ツイッターのフォロワーがもうすぐ3500人くらい来るから嬉しい。5000人まずは目指して頑張りたいと思います。皆さんぜひあのお友達とか家族にもフォローしてねって伝えといてください。10分前に来てた？本当？よかった。10分前？そんくらいか、でも。うん、そうかもね。ね、結構ね増えて嬉しい。ハロハロって、あやちゃん今お出かけ中でしょ。うん、兄弟3人全員女の子、あ、男の子か、あの感じだと違うっけ。ツイッターフォローしてるよ、嬉しい、ありがとう。うん、うわ、遅刻マンや遅刻マンだ。うん、ありがとう。直樹さんこんにちは。ね、今日さ、初見さんが多くてすごい嬉しいんだけど。ヨンビさん嬉しい、ありがとうございます。お出かけ中に見てくれてんの嬉しいな。お買い物中とか在宅勤務してます。お、ファイティンです。あ、ゆうやさんハートありがとう。ドマさん、モエットボールありがとう。もうモエットボールにしちゃった。明日はひな祭りですね、皆さん。ひな祭り、みんななんかするのかな。あられ食べたい、あられ。あられ。遅刻マンが帰る。全然大丈夫。うん、セーフセーフ。始まったばっかりよ。うん、仕事休みだったから遊びに来た。あ、嬉しいです、ありがとう。え、そうよ、ひな祭りはして、3月3日。うん、3月3日です。みんななんかするのかな、しないのかな。ひな祭りって普通何するんだろう。桃のケーキを食べるとか。そらっちのこと忘れたことないよって、もう本当に嬉しい。
大好き。うん、嬉しい。嬉しいな。そうやってお出かけ中にもね、私のこと考えて配信来てくれるの本当に幸せ。うん、なんもせ、そっか、まあ男性はね、ひな祭りって女性だもんね。男性は5月5日鯉のぼりだよね。うん、遅刻マンって言われたからどうしたらいいのかな。どうもせん、大丈夫、間に合ってる。うん、いやー、ほんとあやちゃんこっちが幸せ、ほんとにありがとう。うん、会社帰る途中って本社でこの配信見せてきていい？いいよ、挨拶する挨拶するぜひツイッターもフォローしてくださいって伝えたいってくださいうん、すごい、ぜひ広めて。携帯、この携帯を落としてひび入った、うわ、それさ、めっちゃショック。なんかさ、私もよくある、なんかね、車に乗った時に膝の上に携帯を置いて、それを忘れ、置いてるの忘れて、そのまんま車から降りたりすると携帯落ちたりして、もう毎回ショック受けてる。うん、あのひびは入ってない。うん、ショッピングモールで大音量で流していいって面白すぎるでしょ大音量で迷惑にならなければいいよ。うん、いい、知ってもらおう超面白い。うん、流していいよ。りょうさん、こんにちは、宮崎県代表のえみさらのです。ぜひぜひツイッターもフォローしてください。本当に今日初見さん多い。どうしたんだろう、嬉しい。うん、車に乗るときはスマホと携帯だけやな。おー、やっぱなんか男性って荷物少ないんかな。うんね、女性はさ、やっぱりさ、バッグの中に何かを持ち歩くのがさ多いじゃん。うん、なんかね、そうね、自分も道でやろうかな。ぜひぜひぜひあの住宅街じゃなければいいと思う。うん、今日風が強すぎね。風強いよね今日、わかる。 AKB48 の宮崎県代表、AB 型代表の AB 型代表は笑う。ベイビーサロナさんですって宣伝してあげる。嬉しい、ありがとう、宣伝しといて。うん、あ、充電器とか持ったり持るときもある。なるほど、あ、人によるか。あ、ウエミです、ウエミサロナです。うん、シートベルトするとき場所間違えないようにね。うん、どういうことだ、シートベルトするとき、ここでしょ。うん、やったらだよって、やってこう、広めてこう。みんなぜひ私のこと広めてくださいだいたいスマホと財布で出かける。場所間違えてピーピーになったらしい。え、ピーピーなるっけ、シートベルト。え、ユキな、ほんとに。え、どこに、どこに刺したっちゃろ。でもさ、なんかさ、シートベルトをつけんとなんか音鳴ったりする時あるよね。つけなきゃいけないのでね。
だって私お財布と携帯だけでお買い物に行くことね、行く時コンビニとか、なんかホテルにさ長く泊まってる時とかに、何コンビニ行ったりする時はお財布と携帯だけかもしんないけど、それ以外はだいたいバッグに何、お出かけする時は入れてるね。今だとハンカチとか、そうそう。ねえねえ、なになになに？ティーガさんの君のための更新曲聞いてほしい。ティーガさんってどんな人だろう？君のための更新曲。君のための更新曲。オッケー、ちょっと待って。何かに書きたい。君のための更新曲ね。いいのか。あ、スクショする。オッケー、スクショして。オッケー。そうだね、スクショが早いね、ちょっと書くよりもね。書こうと思ったけど、聞いて泣かないでね。そんな泣ける曲？今の私にぴったりな曲？もしかして。ピース、ピース 外出るとき物持たない方が楽じゃない？でもさ、バッグやったらさ、バッグこう肩にかけたりするのが多いからさ、楽だよ。バッグの方が逆に楽よ。手持ってるもんね。まあでも重たかったらちょっと別かもしれないけど。助手席のシート、人のシートベルトを押してあげるときに顔近くてドキドキするやつ シートベルト人につけることある？それちっちゃい子ぐらいしかおらんくない？泣ける？ぴったり、あ、ぴったりなのか。ああ嬉しい、本当に嬉しい。そう、リトグリさんのもね聞くね。ありがとう。あ ちゃんこの頃悩んでるから。そうなのよ、ありがとう。青色さんって女性ですか？お疲れ様の歌。なるほど。ちょっとスクショしよう。さちゃんもユキーナ応援してあげて。もちろん応援してます。ユキーナね、頑張ってるよね、すごく。心配してるようで大丈夫って。ありがとう、ありがとう、本当に。なんかもうプラメとか、4ちゃんと読んでくれて、こう755とかにコメント書いてくれるのすごく嬉しい。ありがとう。頑張るよ。悩むなってって悩んじゃうよね、人間だもん。男性の好きなファッション。ファッションわかんない、男性のファッション。どんなのが流行ってんの？雑誌見た方がいいよ、雑誌 やっぱね、それはね、もう芸能人の俳優さんとかのね、ファッション真似するしかないと思う 309日ありがとうございます。
頑張りすぎないようにね。ありがとう。頑張る。うん。普段手ぶらやからたまに荷物持ってると外に忘れそうで、あー逆にね、不安になって、それはあるかもね。うん。あー嬉しい。見てる人は必ずいるからって、ありがとう。うん。あー本当に嬉しいな、いつでも味方って。ありがとう。309日、あれだね、卒業あり、卒業ソングあるよね、レミオロメンさんの。3月9日かそうだ、卒業シーズンだよね。今日とか卒業式だったりするのかな。卒業おめでとうございます、卒業生の皆さん。うん、すごい、もう1年経つのかね。そう、3月9日、あ、おはく本当に3月9日はね、卒業式とかで歌うよね。うん、うん、歌うね。あー未来へね、定番だ。なんか文化発表会とかで歌うよね。あやさんの悩み相談会しますよって勝手に言ってる。そのうちは前髪重めにしたらどんな感じなの？あー確かに前髪何少ない方かもね。うん。確かに確かに。え、どうやっちゃろ、似合わんじゃないかな。どうやろね、どうやろ、やったことがないかわからん。増やしたらってことでしょ。うん、どう思う？カラオケ行ったら必ず歌って、いいよね、いい曲だよね。なんか歌ったら泣けちゃうよね。うん、カーなんちゃらメイト、なんだろう、あやさんの悩み相談会しましょうか。ぜひぜひ開いてください。行きますさやちゃんのショートも気になる。ショート？ショート？ショートしたらどうなるんだろう、どうなるかな。ショートこんなんでしょ、こんなん。いやなんかさ、シミュレーションしてもそういう感じになんないからな。やっぱり男性は女性の荷物を持ってあげるのが紳士なのかなまあ嬉しいんじゃない、うん、どうやろ今何シースルーバンクバングシースルーバングって言うんだこれ。の詳しいね。シースルーバングって言うんですか確かにシースルーかも。YouTube はあのサエコさんとか辻のぞみさんとか好き。そのうち強制参加で、もちろんもちろん、もう悩みをあやちゃんに、うん、聞いてもらう、うん、最近ボリューム抑えられてていい感じ。あ、前髪かな。
シースルーしか知らんね。シースルーしか知らんよね。うん、今日は何アップ、ハーフアップ、違う、うん、キス顔してやだやだ。好きな CM ってある？好きな CM は、好きな CM か、あ、私ね、最近ね、なんだっけ、あ、そう、なんかローレル、なんか葉っぱあるじゃないですか、お料理に使う葉っぱ、あれがあって、でね、あ、なんかローレルっていう CM ないっけってマミに言ったら、それなんかリズム合ってるけど文字値多分違うと思うって言われて、だから多分ノーレルなんだっけ、なんか違ったんだよね、何の CM かちょっと分かんないけど、ローレルなんか違うんだよね、そう、ローリエ、ローリエの、なんか分からんけどあるらしい。あ、正解した、ハーフアップ、いいねいいね、ハーフアップ、ハーフアップは私の潜在写真とソロッチだ。好きな CM、 私ね、何の CM してるっけ、いや、森七菜さんが最近めっちゃ本当に好きで、森七菜さんのなんか結構新しめな CM、 パンのやつかわいい、なんかさ、ちょっと前、ランチパックの、ランチパックだったっけの CM してたじゃないですか、いや今もしてると思うんですけど、ロールパン的なやつのやつかわいい。うちがなんかね、ローレルじゃないっちゃけど、なんかローレル、いや、なんか、なんかのそういう CM あるってよ。前にもファッション雑誌見てって言われたら、だから俳優さん見習いましょう俳優さん、うん、いいと思う。三浦翔平さんどうですか、うん、食べるじゃない。あ、UQ の CM、 あ、そうね、永野芽郁さん出てる、かわいい、うん、UQ、 チャチャチャララッチャチャ、いや、森永さんのさ、いつでもスマイルしようねが大好き。この間 M ステにさ出ててさ、もう本当に可愛かった。ピンクのお洋服初めての、うっそー、本当？レチ。イケメンやんな、一回かな。めっちゃイケメンよね。うん。長野芽郁さん可愛いよね。え、森七菜さん本当に可愛い。嘘、本当に。どこが似てる、どこら辺が似てるっての。ハルピョンさん。どの辺が似てるかな。どの辺？なんかね、森七菜さんの顔本当に大好きで。うん、UR で R、 うん、あ、あなたカバー曲やっちゃう、なるほど、うん、セブンのリラックシュードラマで再販されたやつ、あ、それ、ね、え、待って、あ、リラックスシュー、リラックス、違う、リラックシューだっけ、あのチョコレートのやつだよ、チョコレート、え、それがチョコレートなら多分そう、そう、チョコレート100、いくらぐらいだっけ、
160何歩ぐらいじゃない？多分リラックシュかもしれん。あ、チョコ？それそれそれだよ、それ。それ再販のやつ。うん。なんかシュークリームの説明が載ってるやつ隣に。うん、それチョコレート。うん、チョコレートならそれだ。あのパッケージもちゃんと茶色いやつ。うん。茶色っけ？うん。うん、あ、美味しかった、食べてくれた、嬉しい。いや本当にあれは美味しい。リラックシューって言っちゃう。なんかちゃんと名前読んでなかったけど確かに書いてるかもね。うん、さやちゃん興奮になると噛みがち、確かに噛むかもしんない。リラックマ、あ、リラックマ、私ちっちゃい頃本当に大好きだった。一時期リラックマのお人形さんとかめっちゃ集めてましたね。うん、落ち着いていきやって、それあれユリアンレトリバーさんでしょ。そう、こういう楽しそう、シュークリームのやつだよ。なんかリラックマのシールを集めたり、お人形さん集めたり、うん、もうありとあらゆるものを持ってた。リラックマって中の人気になるよね。ちょっと夢を壊さないでよ。うん、ガムで風船作れるって。それさ、風船ガムでしょ。それね、前できんやったっちゃけどできるようになったよ。うん、けど風船ガムを食べることがめったにないからね。うん、なんか作れた時嬉しくない？嬉しいよね。なんかこんなちっちゃいさ、10円ぐらいのなんか紙に包まれたガムとかできるよね。なんか猫みたいな顔が描いたやつ、定番のやつ、わかんない？黒い猫が描かれた10円ガム。今度お披露目やる。いやいや、ショールーム配信ではさ、さすがにできんね。なんかねえ、ねえ、できんできん。あ、わかる？そう、あれ好きよ。あ、そう、黒い猫のやつ。そうそう。うんうん。いや、だって背中にチャックある。確かに背中にチャックある。いや、コリラックマかわいい。コリラックマ。うん。ねえ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 。エイト君の中の人見たことある。ちょっと本当に夢壊さないで。うん。探してたチャルメラの宮崎からもやっと見つけたからめっちゃ嬉しい。あー、嬉しい。食べてね。あ、そう、大きく膨らませすぎたら鼻につくよね。うん、ガムは味がなくなったら飲み込んじゃいますかって。なんかね、ガムね、前も本当に飲み込みよった。でもか、最近ガム食べることが全然ないっちゃけど、ガム食べちゃった時はなんかそのちっちゃい頃とかさね、なんか捨てるのめんどくさくて飲み込む時もあったけど、でもなんかどんどん美味しくなく感じてきて、もうその後はちゃんと捨てるようにしてた。うん、宮崎辛麺結構辛いよね。あ、他の地方の方からしたらそうなのかな。うん、
そらちゃんも後ろにチョックついてますか？ついてるかもしれません宮崎県産のヒューガナッツアーム、ヒューガナッツアーム美味しかった。嬉しい。100均に売ってんの？すごい。じゃあみんな100均に急がなきゃ。行って。フリップス、フリップスっていうと、ガムを飲み込んじゃいけない理由知らないまま大人になった。ちょっと待って、ガムを飲み込んじゃいけない理由とかあるんですか？教えてください。サノンが配信してるみたいだったのに休憩行ってくるって嘘ついて見に来ました。あ、嬉しい。テルイさんありがとう。うん。優雅なつかもは見たことないな。ゼリーなら見たことあるよ。うん。あ、そう、当たり付きガム、そう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 。あれも美味しい。なんだっけ、全然違うけど、チューイングキャンディーだっけ、なんだっけ、うん、なんだっけね、ガブリチュー美味しい、美味しかった。ガブリチューの、ガブリチュー合ってるよね、ぶどう味美味しい A 特にチャックなんて言ったらおじさんたちの夢が壊れるよって面白い。スイカの種飲んだら芽が出るよ。え、言われるよね、言われる。うん、芽出るかも。もうそろそろ育ってさ、今育ってる途中かもよ、みんなのお腹で。うん、宮崎行った時にレストラン小倉でチキン玉食べてて、あ、嬉しい。小倉さんも大好き、美味しい、さすがです。あ、そう、ガブリチューはなんかハイチューみたいとか、なんかハイチューよりはめちゃめちゃ硬くって、なんか30円ぐらいで売ってる、これぐらいの長さのやつ。そうそう、似てるやつだね、ハイチューみたいな感じかな。いや、私は今スイカ成長させてる途中なので。でもまず私種食べたことないかもしんない。一回芽が出たことあるってもうすぐスイカできそう、それうん宮崎にはモヤイ像があるってことは知って、モアイ像です、もう、あ、いいぞ、モヤイ像は東京、うん、にあるらしい。待って、右の鼻から出てきたんだけど面白すぎるでしょ。じゃあもうこっからスイカできるのかな。そのうちこう顔目の前見えなくなっちゃうね。うん、あ、目が出たけど途中で帰る。なるほど、ちょっと残念やったね、ギネスに乗れそうだったのにそう、モアイ像です。うん、モアイ像めちゃめちゃ大きい、うん、大きいよ、大きい。海の真ん前に立ってる。いや、海の真ん前じゃないな、海を背に気持ちよさそうに立ってる。長たい、スイカになっ、スイカなった、スイカになったら神奈川県産で送るって待ってるわ、品種あや超面白い。うん、面白いじゃん。いや、育てるの難しそう。うん、
宮崎の前って調べたらマジでイースター島から贈り物みたいな、確か世界初とかだったっけ。そうですよ、イースター島からちゃんと送り届けられたものがあるんですね。ハイブランドスイカだよね。うん、ハイブランドだよ。うん、私が特別に食べるね。多分1個しかなんないと思うから。江ノ島さんのシラスを送る。あ、シラス大好き。ちょっと食べたいんだよね。江ノ島のシラス、生シラスとかでしょ。うん。写真でしか見たことないけど、モアイ像確かに気持ちよさそうに立ってるでしょ。そう。え、近くまで行けるというかね、もう。タッチできる。ちゃん全然一緒に写真が撮れる。うん、モアイ像のすぐ下に普通に立てるの。うん、そうそう。宮崎のモアイ、なぜか学校の教科書に載ってたってすごいね。すごい、教科書に載せてくれるのありがたい。うん、大切に育てて。待ってる、もう気長に待つよ。ハイブランドやもんね。あ、モアイ、そういう意味やったっちゃ。集落の守り神、え、そうやっちゃ。町の方を向いてる。うん、確かに町の方向いてるよ。海を背にしてる。後ろが海だから、うん。すぐ下は道。うん。確か。そうだよね。モアイとツーショットぜひぜひぜひ撮ってください。シラスは大根おろしと醤油で食べると美味しいね。美味しいよね、わかる。ナイキダスパーカーは、ナイダスパーカーはね、今はね送ってるんやけど、あの風が強いからもうちょっとかかるらしい。うん、待ちきれない、ごめん。気長に待って。私もスイカ気長に待つ。和歌山県産のみかんを送る。嬉しい、みかん食べたい。うん、前蔵のところにあるブランコって楽しい。めちゃめちゃね、気持ちが良い、心地よい。あの本当にね、海一望できるから、もうなんかもうこれ以上いいブランコはないぐらいに最高。うん、来てほしい。うん、土日仙台だって。もうめっちゃ忙しいやん。ブランコ苦手、得意になってほしいな。え、そう、配送業者が忙しいのもあるけど、忙しいプラスにして風が強いんです。うん、そう、3時10分くらいになったら終わるね。今何時だろう。ブランコ、いや、ブランコ本当にね、乗れた方がいいよ。明日はなんて言うかな。明日も一緒だよ。ごめん、今ね、充電がね、20% のお知らせが来ちゃった。もう刺すのすっかり忘れてた。すっかり刺すの忘れちゃって、今しんちゃんにお世話になった。3時8分、もう終わっちゃうよ、早っ。そう、最近風強いもん。うん、好き
きな公園の遊具はブランコ、うん、あとちっちゃい頃鉄棒好きだった。なんか滑り台もいいね。やっぱり止まったよね。うん、止まった。 20% いや、みんな来るでしょ。なんかさ、 20% のお知らせ来ない？なんで 20% と 10% だけお知らせ来るんだろう。もうなんか 50% ぐらいから教えてほしいんだけど。来るでしょ。なんで本当？来るよね。え、来る、来ないって、今弟に背中叩かれて口からガム出ちゃった弟なんで？うん、よし、じゃあランキング、あ、15% 出る。嘘、 15% 出るっけ。よし、じゃあランキング見ます。13位ギャルサットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位エレメントさん、ありがとうございます。11位ハヤバスサー305ワットマークレミノンバーオシズッキーナジトさん、ありがとうございます。10位ウニトロウダさん、ウニトロウダさん、ありがとうございます。9位ピンクカメオさん、ありがとうございます。8位あやとまくそらちゃん、ありがとう。7位スヌポンさん、ありがとう。6位フォーカットマーク香港チームメイトと16位箱石さん、ありがとう。5位ルイさん、ありがとう。4位ヒデトさん、ありがとう。3位カズニさん、ありがとう。2位トマさん、ありがとう。そして1位は関和夫アットマークソラノン大好き、ソラノンに早く会いたい、でも本当に会いたい、ありがとう。はーい、ソラノちゃんにお願い、ソラちゃんにお願いがあります。はい、ソラちゃんの力で天気を晴れにしてください。オッケーオッケー。明日天気になーれもううん、はい、じゃあいきます、せーの、ソラノンじゃんけん、じゃんけんほい。天気の子やないかいって、天気の子、明日晴れになあれ、チチンプイ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 、オッケー、明日も晴れるよ、きっと明日は晴れます、皆さんのところ。あ、愛子ちゃんやった、イエイ。はい、というわけで皆さん今日もミーティング来てくださってありがとうございました。じゃあプラメットフェイスブック待っててね。じゃあツイッターもフォローしてください。またね、ありがとう。